さて前回、来るべきアフレコに向け役作りをしとけとヒゲの青柳プロデューサーに言われた豊口はそれを真に受け乗馬を体験。しかしやっぱりあったヒゲトラップ。ハニーは馬なんて乗りませんよ、ただの金髪ギャルですよ、だってさ、また騙されたよ。さて今回はどうなるの。吹雪登場。いや前回大変だったね。大変だったって ね、もう一言だな。もう結局役作りにも何もならなかったじゃないですか。だって楽しそうだったじゃん、すごい。まあね、うん、楽しかったは楽しかったでしょ。かわいかったしね、大間ちゃんね。あのさ、ところで豊口のやるあのハニーってどんなやつ。知らねえのかよ。知らねえのかよ。このコーナー出てんのに知らねえのかよ、びっくりだよ。いいんだよね。マジすか。ほんとごめんなさい。ほんとに。じゃあ諏訪部さんよろしく。よろしくお願いします。説明しよう。豊口が演じるのはメロディーハニー、通称音ゲーのハニーと呼ばれ、悪の組織ギュラシック団の四天王の一人として登場するんだ。音ゲーのとつくだけあって、音ゲーに関しては誰にも負けない腕を持っている吹雪のライバルだ。そうなんだ、吹雪のライバルなんだ。そうなんですよ、宿敵ですよ、宿敵。でも最初な、吹雪の役だったんだけどな。そうですよね。そうでした、そうでした。もともとは吹雪役をやらせろってことでヒゲのプロデューサーを訪ねたんでした。で、提示された条件をクリアしたにもかかわらず、実は主役は決定済みという屈辱的な結果を迎えたんでした。それがね、いつの間にかライバル役やることになるなんてね、うん、本当ですよ。もうね、話が違うの。あんなに一生懸命ね頑張ったのにさ。ところで、うん、すっごい大事なこと、うん、吹雪の役は、うん、誰がやるんですか。あれ誰やっけな、聞いたんだけどね、ちょっと忘れちゃった。忘れたの。なんで。思い出して早く。すっげー勢いだな。思い出して早く。ちょっと思い出して気になるでしょ、うん、早く。あれだ、なんかね、あのあれだ、何、レコーディングやってるっつってたな、今日。今日吹雪の。マジっすか。うん、そこに多分あれじゃない、あの主役の子とかも来てるから、そこで分かんじゃないかな。そう、うん、行きゃ分かんじゃない。何しろ早くやらないの。そう、行く、うん、行く、早く。本当に、え、もう行くの。もう行く。ということで、いつものように移動を開始。着いたね、うん、多分ここでやってるはず。そっか、ここか。なんだよこの鉢巻き。え、いや、これいつも通りですよね。いつも通りって、うん、何を持ってんの。これ、うん、挑戦状。これをね、思いっきり叩きつけてやろうと思って。何を言ってるの。とにかく異常のまでに挑戦的な豊口、早速スタジオへ。あれじゃないの、コスプレしてる。あいつか、コスプレしてる。かわいいね。かわいいね。え、さくらちゃん。あ、今思い出した。あれだ、あの野川さくらちゃんだ、主役の子の名前。そうなんです、こちらの野川さくらちゃんこそが主人公桜ヶ崎吹雪役を演じる主演声優なのです。今日は吹雪の主題歌のレコーディングが行われているんですね。ところで豊口、なんでさくらちゃん知ってるの。でも、知ってんの。いや、前ね、あの、うん、ラジオ番組の、私のやってるラジオ番組のゲストに来てくれたことがあって。そうなんだ。うん、そうなんですよ。さくらちゃんがね、うんうん、そっか、うん、あ、じゃあ話は早いわ、うん、ちょっとあの、待ってください。え、待って。あ、ついてる。大丈夫。ついてる。いや、まずいよ。おい、田口、おい。野川さくら。いや、さくらがさき吹雪。ずんずんずん、うわ、ずんずんずん、豊口さんじゃないですか。豊口さんじゃないのだ。ほんと、メロディーハニーだ。メロディーハニー。うん、そう、今日はね、これ挑戦状を私に来た。挑戦状。うん、この私とメロディーハニーと音ゲーで対決しなさい。音ゲー、うん、なんですか急に。私もあのアーケードゲーム吹雪ね、メロディーハニーっていう役でちょっと出ることなんだね。一つちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうなんですね。はい、よろしくお願いします。ということだ。はい、分かったか。分かりません。分かれ。というわけでね、吹雪をやるんだったら、その腕をこの私に、
手じゃない、腕で、ね、そのどれぐらいの力なのか、それを私に見せなさい。ということで声優同士のガチンコバトル、ここに勃発。果たして勝つのは野川か豊口か。声優としてのプライドが激突する。次回吹雪を狙え、第5話女の石にご期待ください。